はい、プレーボールどうも野球人です。3月6日 WBC 強化試合レポートということでございまして、はい、今日ですね、 WBC 日本代表と阪神の強化試合が行われました。まあね、もうあと開幕まで2戦というところになっておりました。で、そんな中今日はなんといっても MLB 組がね、初めて参加するというところで、まあ大注目の試合かなっていうふうには思うんですけれども、では早速オーダーからチェックしていきましょう。はい、では3月6日強化試合ですね。ジャパンのオーダーから見ていきましょう。1番センターヌートバー、2番ライト近藤、3番指名打者大谷、4番サード村上、5番レフト吉田、6番ファースト岡本、7番セカンド山田、8番ショート源田、9番キャッチャー中村、先発ピッチャーが山本由伸というオーダーでございました。はい、まあ今日ね、侍ジャパン3選手 MLB の選手が入りました。まあ1番にヌートバーがセンターで入るということで、まあいよいよね、お披露目というところでございました。で、大谷選手も今日は3番指名打者というところでございまして、まあ大谷選手がね、何番を打つかっていうところ注目集めていたんですけど、まあ今日は3番に入ったということでございます。で、レッドソックスと、大型契約を結んだ吉田選手も5番に入っているというところで、まあ一気にこう打線に厚みが出たのかなっていうふうに思います。で、一方で対する阪神は1番センター近本、2番セカンド渡辺、3番ライト板山、4番ファースト大山、5番サード佐藤輝明、6番指名打者糸原、7番レフト井上、8番キャッチャー梅野、9番ショート木浪、先発ピッチャーが才木というオーダーでございました。はい、で、侍ジャパンの系統を見ていきましょう。山本由伸から高橋奎二、松井、湯浅、栗林とつないでいきました。阪神は才木、富田、梶谷、西純也という系統でございました。はい、ではそこはチェックしていきましょう。侍ジャパンがですね、3回と5回にそれぞれ4点を取って計8点、阪神がね、3回に1点を挙げましたが、まあそれ以降は0というところでございまして、8対1でですね、今日の試合は侍ジャパンの勝利というところでございました。はい、しっかりね、今日は快勝というところでございました。まあ前の2戦はね、なかなか点が取れないっていうところはあったんですけど、まあやはりね、こうメジャー組が入ってその辺も変わってきたかなっていうふうに思いますが、じゃあ早速ね、侍ジャパンの打撃成績チェックしていきましょう。はい、侍ジャパンですね、1番センターヌートバー、3打数2安打1打点1三振ということで、まあ初回ね、いきなりヒットで、ランナー出て、で、そこでは繋がらなかったんですけど、3回ですね、チャンスで回ってきて、しっかりとタイムリーヒットを放ってくれました。まあ先制タイムリーというところで、まあいいね、活躍だったんではないでしょうか。で、まあ守備もね、センターについたというところで、まあ悪いところはなかったんじゃないかなっていうふうに思いますので、まあしっかりとね、打つ方も守る方も貢献してくれるんではないでしょうか。まあ鈴木誠也選手がいないっていうところではあるんですけど、まあ本当ね、このヌートバー選手を呼んで大正解じゃないかなっていうふうに思いますね。で、その鈴木誠也選手のですね、代替選手として呼ばれた牧原選手、今日はですね、代打からセンターに入って2打数ノーヒット2三振という結果でございました。はい、まあユーティリティとして活躍が期待される牧原選手、今日はヒット出なかったんですけど、まあチームに合流して、試合に出てきたというところでございます。まあいろんな活躍に期待ですね。で、好調近藤選手、3打数1安打、フォアボール2つ、ツーベース1本ということで、今日もね、3出塁ということでしっかりと仕事してくれました。まあやっぱね、この人をしっかり上位に置くっていうところはですね、一つキーポイントにもなってくるのかなっていうふうに思います。まあヌートバー、大谷と挟まれている打順ではあるんですけど、まあそれでね、十分機能するんではないでしょうか。まあ近藤選手がね、3回と5回にフォアボール選んでいた後にですね、しっかり点が入っているっていうところを見ても、まあやっぱ繋ぎ役としては適任なのかなと。で、そして大谷選手、3打数2安打。6打点1三振ということで、まあ3回と5回にそれぞれホームランを放ってくれました。まあやっぱすごいですね、まあ、特にやっぱ3回のホームランでしょうか。まああのね、片膝つきながらのホームランっていうところは、まあ正直あれが入るんだっていうのはですね、テレビを見ていた皆さん、まあ現地にいた皆さん、まあ選手までもがですね、そう思ったんではないでしょうか。まあ日本にいた時よりね、まあ数段階ですね、パワーアップした大谷選手、まあ彼がね、また日本で見れることはですね、まあ本当に幸せなことなのかなっていうふうに思いますが。で、その後ですね、代打で指名打者に入った山川選手、2打数ノーヒット2三振ということで、ちょっとね、この人が本当にヒット出ないなというところでございますが、今日も2三振と。で、村上選手が4打数の1安打2三振ということでございました。まあ村上選手もね、状態はそんなに良くないなっていうところではあります。ヒット1本こそ出たんですけど、まあそこまでいい当たりでもなかったですし、まあやっぱ今後ね、侍ジャパン打線に関しては、まあこの村上選手がどういう風に状態を上げていくかっていうのがかなり重要にはなってくるのかなと。で、吉田選手が3打数の1安打、1打点2三振ということでございました。
はい、この日ね、初めて試合に出た吉田選手なんですけど、しっかりと5回にツーベースヒットを放ってくれました。まあ第1打席第2打席とね、三振が続いたんですけど、まあさすがかなっていうところでございます。まあ村上選手のね、状態によっては、まあこの吉田選手を4番に据えるっていうところもね、十分視野に入れておかないとダメなのかなっていうところはあるんですけど、で周東選手が途中がレフトに入って 1-0 で、岡本選手が3打数ノーヒット1四球というところでございましたが、まあでもね、やっぱ岡本選手調子いいなっていうか、まあ3打数あってですね、まあ全部フライではあったんですけど、まあやっぱこう全部捉えた当たりだったのかなっていうふうに思いますし、まあほんと状態の良さっていうのを感じさせたのかなっていうふうに思います。でこの日は7番に入った山田選手、4打数ノーヒット1三振ということでございました。はい、山田選手もね、なかなかこうヒットが出ないというところでございます。まあ牧になるのか山田になるのかというところ、セカンドが非常に難しくはなってきているんですけど、まだね、残り2試合で結果が出ていないというところでございますが、で対照的にこの日ね、3安打猛打賞を放ったのが源田選手、3打数の3安打ということで、守備でもいいプレーを見せておりましたし、まあまあやっぱね、日本のショートっていうところは、まあ彼に任せることになるのかなっていうふうに思います。で中野選手が途中からショートで出場、1打数ノーヒット1三振で、中村選手が4打数のノーヒット1三振で、途中から守備に大城選手がついたということでございます。はい、ということで以上ですね、侍ジャパン打線計10安打放ったというところでございました。まあ、メジャー組が、計5安打というところでございまして、まあ本当ね、頼もしいところっていうのを見せてくれたんじゃないかなっていうふうに思いますので、まあ明日ね、最後の試合というところでございますので、まあしっかり調整してほしいなというところでございますが、はい、で阪神打線もね、ちょっと見ていきましょうか。はい、阪神はですね、1番センター近本、3打数1安打1打点1ホーマーということで、しっかりとヒットを放っております。まあ彼に関してはね、予備登録に入っているっていうところも報道されておりますので、もしかしたら怪我人が出たらですね、 WBC に招集される可能性もゼロではないんで、まあしっかりね、調整できているっていうのはまあね、いいんではないでしょうか。で島田選手が途中から入って 1-0、 渡辺亮選手が3打数の1安打ヒット1本出たんですけど、ちょっとね、守備でまずいプレーもあったと。で熊谷選手が 1-0 1三振、板山選手が2打数2安打ですね。まあ今日は3番に抜擢されたんですけど、好調というところでございます。で森下選手が2打数のノーヒット1三振ですね。まあドラフト1位ルーキー注目されていた森下選手なんですけど、今日はヒットですと。で4番の大山選手が4打数ノーヒット2三振で、5番の佐藤輝明選手も4打数ノーヒット2三振ということで、まあさすがにこう代表のピッチャーというところもあってですね、今日ね、主軸の2人っていうところは、まあ、ヒットはなかったと。で糸原選手が1打数ノーヒット1三振で、原口選手が代打で途中から出場、2打数1安打ということで、まあ好調をキープしております。で高山選手が1打数ノーヒット1三振で、好調の井上選手も3打数ノーヒット2三振梅野選手3打数ノーヒット2三振で、木並選手が3打数1安打というところでございます。はい、まあ結局ね、阪神は近本選手の一発のみというところになっておりまして、3発6安打ですね。6回以降っていうのは1人のランナーも出せずというところでございました。まあまあこの辺りは仕方ないというかですね、まあやっぱレベルの高い投手が投げてくるっていうところもあるので、まあしっかり抑えられたというところではないでしょうか。はい、では続いて投手陣ですね、チェックしていきましょう。はい、ではピッチャーですね、見ていきましょう。まずは阪神からですね、佐伯選手が4イニングで被安打4奪三振4フォアボール1失点4責点4ということでございました。はい、まあ佐伯選手ですね、まあ今日4点取られてしまったんですけど、まあその内訳で言うとですね、まあヒット4本打たれて、ヌートバー2本、大谷選手にホームラン1本というところでございました。まあ他のね、NPB の選手は打ち取っていたんですけど、まあやっぱメジャーでもレギュラーの2人にですね、まあやられたというところでございました。まあ大谷選手に投げたあのフォークボールもですね、まあ普通のね、選手であれば、まあ三振、まあ、もしくはね、まあまあ間違いなくですね、まあ捉えられたとしてもですね、外野フライになっていたんじゃないかなっていうふうに思いますので、まあやっぱここら辺はですね、メジャーリーガーの力っていうところを見せつけられたのかなっていうふうに思います。まあでもね、その大谷選手からも第1打席にはストレートで三振を奪っておりましたので、やっぱね、こう能力の高さっていうのはまあ感じさせたんではないでしょうか。で、続いて投げたのが、左ピッチャードラフト6位ルーキーの富田選手。0.2 イニング、フォアボール2つ、弱点4というところでございました。はい、まあルーキーのね、富田選手ではあるんですけど、なかなかこの打線を抑えるっていうところは難しかったのかなっていうふうには思います。で梶谷選手が 0.1 イニング奪三振1というところで、まあ富田選手からスイッチしてですね、まあ見事ねピンチを乗り切ったと。で西純也選手が4イニング投げて被安打2奪三振7フォアボール0弱点0ということで、まあ圧巻だったのがこの人ですよね。まあ大谷選手、ヌートバー選手らはですね、引っ込んでいたとはいえですね、わずか2安打に抑え込んだというところで、まあほぼ完璧なピッチングだったんではないでしょうか。インパクトを与えられたピッチングだったのかなと。
で、侍ジャパンはね、山本選手が先発3イニングで50球、被安打4奪三振4、フォアボール0、失点1、責点1というところでございました。はい。まあ、山本選手ね、ヒットを浴びる場面もあったんですけど、まあまあでもさすがかなと。三振4つ取って、フォアボールなしというところでございましたので、まあこの感じで投げてくれればですね、まあそう簡単にね、打ち崩せないかなっていうふうに思います。まあ今ね、NPB で一番結果を出しているピッチャーといってもね、過言ではありませんし、まあ本戦でもね、しっかりと抑えてくれるんではないでしょうか。で、2番手が高橋奎二選手。3イニングで45球被安打2奪三振4、得点0ということで、で、この人がめちゃくちゃ良かったんですよね。まあ、こう、貴重な左ピッチャーっていうところでもあるんですけど、まあ、今日3イニング投げて、まあ、すごくね、球も走っておりましたし、まあ、こう、第二先発っていう役割なのかなっていうふうには思うんですけど、まあ、こう、右のね、ピッチャーが最初行って、で、そっから左にスイッチして、まあ、第二先発っていうところで、まあ、相手としてもね、やりにくいものはあるのかなっていうふうには感じますよね。で、松井選手が1イニングで、奪三振1、失点0というピッチングでございました。はい。まあ、このところずっと良くなかった松井選手。今日がね、一番良かったのかなっていうところでございます。制球も比較的安定しておりました。まあ、本当に今までのどん底からすればですね、かなり持ち直してきたんではないでしょうか。まあ、本当ね、頑張って調整してきたのかなっていうふうに思いますし、まあ、しっかりと今日のピッチングができるのであれば、まあ、本戦でも、使えるのかなというところでございますが、岩佐選手が1イニングで6球、奪三振1、失点0というところでございました。まあ、所属チーム相手にね、投げた岩佐選手でございますが、まあ、しっかり6球省エネピッチングというところでございました。で、最後投げたのが栗林選手、1イニング14球、奪三振2、責点0というところです。はい。まあね、こう、クローザー候補の栗林選手。まあ、おそらくね、大勢選手、栗林選手、試合によって使い分けていくのかなっていうふうには思うんですけど、まあまあ、かなり仕上がってるのかなっていうふうには感じます。まあ、やっぱね、国際大会でクローザーっていう役割はかなり大事ですし、安心してね、任せられるピッチャーの一人かなっていうふうには思いますので、まあ、ほんと順調に来ているんではないでしょうか。はい。ということで、以上、ピッチャー陣でございました。まあ、山本選手がね、1点取られればしたんですけど、ほぼほぼね、まあ、みんな完璧なピッチングだったんではないでしょうか。はい。では今日は以上ですね。最後ネットで反応を見て終わりましょう。はい。ではネットでの反応を見ていきましょう。大谷くんはすごかったし、ヌートバーはかっこよかったけど、山川くん、村上くんが不調なの寂しい。バカスカ打ってほしいということですね。はい。まあやっぱね、今日の試合はなんといってもやっぱまあメジャー組の話にはなってしまうんですけど、まあ大谷選手、ヌートバー選手、まあプラスね、吉田正尚選手が、来てくれたっていうところもあるので、まあ本当ね、今まで湿っていた侍ジャパン打線なんですけど、もう本当ね、まあ見違えるようになったのかなっていうふうに思います。まあ大谷選手に関しては、まあ中国戦、初戦はですね、先発をするっていうところもありますので、まあおそらく初戦はね、ピッチャーに専念するのかなっていうふうに思うんですけど、まあまあでもそれ以降っていうのはしっかりとね、DH で入ってくれるんじゃないかなっていうふうに思いますので、まあやっぱその辺は心配いらなかったのかなっていう感じはありますよね。で、一方でやっぱ NBB 組で結果出てない選手っていうところもいますよね。まあ、近藤選手はずっと調子良くて、まあ、源田選手も上がってきて、まあ、岡本選手もねヒットは今日出なかったんですけど、やっぱまあ状態いいよねっていうことになっておりますが、まあただそれ以外の選手っていうのがやっぱ今日ねなかなか苦しんでいたなっていうふうに思いました。で、その中でもねやっぱまあ山川選手、村上選手、しっかりと長打ホームランを打てるこの2人がですね、なかなかこう結果出ていないというところでございます。まあ中でもやっぱね村上選手ですよね。まあこう4番でね、使ってもらっているっていう立場があります。三冠王を取ったっていうところもあるので、まあやっぱねその期待っていうのもかかっているんでしょうけど、とはいえですね、まあ彼まだ23歳に、まあこの2月になったばっかりなんですよね。まあ言うたらね、この日本代表の中でもかなり若い方の選手というところになっております。まあ三冠を取る活躍をしたとはいえですね、やっぱね、重圧っていうのもかかってくるんじゃないかなっていうふうには思いますので、まあその辺はね、こう周りの選手がしっかりと打つことで、まあまあカバーしてほしいなっていうところではあるんですけど、まあ4番サード村上っていうところ、まあ個人的にはそこまでめちゃくちゃこだわらなくてもいいんじゃないかなっていうふうには思ってますし、まあこうポジションもそうですけど、まあ打順に関してもね、まあいろいろ変えていってもいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、本戦に入ったらしっかりと打ってくれるっていうところは、まあ自分的にもですね、信じてはいるんですけど、まあただ、国際大会なので、まああまりこう一つのことに固執していくのもですね、やっぱまあ得策ではないことも多いですので、まあどっかでね、なんかちょっと手を打つ必要もあるのかなっていうふうに思いますが、で、こちら見ていきましょう。次回の WBC では、佐伯と西純也は問答無用で呼ばれるなということですね。
はい、そうですね。まあ今日ね、阪神が相手ではあったんですけど、まあしっかりとね、二人とも強打者相手に投げておりましたし、やっぱ特に西選手が今日すごく良かったのかなというか、まあちょっとね、こう、キャンプ、終盤に入ってきて、西選手の方は、まあ状態でちょっと落ちてきたんじゃないかなっていうところはあったんですけど、まあそんなね、心配することなかったっていうところを、今日のピッチング見せてくれたんではないでしょうか。まあ次の WBC2 年後ですね、開催されるというところでございます。まあしっかりと今日のピッチングがシーズンを通してできるのであればですね、まあ次の大会では、代表入りっていうのはかなりのね確率であるんじゃないかなっていうふうに思いますので、まあシーズン1年間通してですね、まあ今日のピッチングっていうところを期待したいところでございますが、はい、では今日は以上ですね。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。瀬野ゲームセット、ありがとうございました。